いや、あずささん。Gフォースクビになったんですって？違うよ、卒業したの。今や立派な駐車場係。どうも。結構似合うだろ。いや、よく来たな。どうしたのかしら。忘れたのかな、君のこと。違う、感じ取ったんだわ、敵だということ。敵？ずっと私、ゴジラと戦うために自分のテレパシーを使ってきました。私が無意識に発しているものをベビーは感じ取ったんです。大丈夫、あなたこそ心を開いて。ベビーはきっとあなたを受け入れてくれるわ。心配しないで、あなたとお友達になりたいの。もう大丈夫、それが好きなのよ、ベビーは。